がむしゃらに頑張るしかないです国内女子プロゴルフ、ブリジストンレディスオープン5月18日から21日。今日開幕した国内女子ツアー、ブリジストンレディスオープン。今大会が今シーズンの国内初戦となる渋野日向子はメジャーチャンピオンの吉田優利、昨年大会の覇者、最後真央と同組で回ったものの、1バーディー、3ボギー、1トリプルボギーと、本来のプレイを見せることはできず、トータル5オーバーで初日の戦いを終えました。 JLPAG の公式ツイッターには試合を終えたばかりの渋野ひな子が登場。苦しい戦いを強いられた初日でしたが、会場にはたくさんのギャラリーが詰めかけ、アメリカではなかなかああいう光景はないので、すごく感動しました、と、久々の日本でのプレーを振り返りました。 また、今日はバーディーこそ一つだけだったものの、厳しい場面をパーセーブで乗り切るホールもあり、いいゴルフがあまりできないと思いながらラウンドしてましたけど、その自分の態度は見られているので、自分が楽しんでやれたらいいなと。なんとなく楽しんではできたので良かったですと語った、支部のな子。 明日以降の戦いについてはどうしましょうと思わず苦笑いを浮かべるも最後にもうがむしゃらに頑張るしかないですと笑顔で意気込みを語る渋野ひな子の姿がおよそ30秒の動画に収められています渋野ひな子サプライズゲストに大感激朝から来てくださって涙が出ます初日は5オーバー76特選 今期国内初戦となった渋野日向子は1バーディー、3ボギー、1トリプルボギーで回り5オーバーの76で初日を終えた。暫定113位となっている。この大会が国内ツアー今期初戦。7時台と早い時間帯のスタートにもかかわらず渋野日向子の姿を一目見ようと多くのギャラリーが詰めかけた。インスタートの10番ではボギー発進。15ホール目までにボギーが3つと苦しい展開が続いた。 それでも、ギャラリーのために、バーディー1個は取らんといけんと奮起。7番で2メートルを沈めて、意地のバーディーを奪った。しかし、最終9番パー5では、第2打がフェアウェイバンカーに捕まり、続く3打目を池に入れるなど、痛恨のトリプルボギー。プレー後には、最後はだいぶ余計ですよ、と、苦笑いを浮かべた、苦しいラウンドとなったが、嬉しいサプライズもあった。 ソフトボール女子で8年北京五輪と昨日の東京五輪で日本代表首相として金メダル獲得に貢献した山田恵里さんがギャラリーとして応援に駆けつけた。地元岡山で中学までソフトボールを続けていた渋野日奈子にとって山田さんは憧れの存在。完全なるサプライズ。めっちゃ嬉しかった。朝から来てくださって。私は涙が出ますと大感激していた。 渋野ひな子は初日5オーバー左手治療の優先は自分には難しい。今季国内初戦に臨んだ渋野ひな子は1バーディー、3ボギー、1トリプルボギーの5オーバー、76と出遅れた。出だし10番、13番で3パットのボギーが先行。最終9番、バー5ではバンカーからの第3打をグリーン左の池に入れ、ショートパットも外してトリプルボギー。 やっぱり練習ができていないので細かい感覚とかタイミングがつかめなくて一日終わってしまったと悔しさを漂わせた帰国前のベイツアーで見られたようにこの日も左手首あたりをテーピングしてのプレーだったスタート前練習ではアイアンからドライバーまで調整する姿はあったものの手の影響を言い訳にしたくないけど練習量は少なくなっているどこかが痛いとかばってしまうのは人間の特徴 どうしてもズレは出ちゃっていると思うと表情は冴えないプレイ中に痛む箇所をかばうような仕草は見られなかったが手というか体の感覚というのは完全に鈍くなっているとこぼした全ての怪我はそうだけど休んだら治るもちろん痛みがないのが一番なのでこうやって痛みがある中で試合に出ていると先に治せようというところもあると思うけどやっぱりすごくそれは自分にとっては難しいなかなか長期間休むというのはまだ私にはできない ラウンド後は電気治療や練習量を抑えることで痛みと付き合っている。長期間休むほどではないかなと思ってもいる。出るからに流行り切らないといけないというのもあるし、その中でいろんなものを見つけたらと話した。昨年11月の国内ツアー最終戦以来の日本でのプレイは多くのギャラリーを集めた。 女子ソフトボールが金メダルを獲得した北京東京両五輪の日本代表主将山田恵里さんの姿もあったいらっしゃっていること知らなくて知ったのは10番の3パットした後超嬉しくて涙が出ますと手で口を押さえて喜んだ大ギャラリーを引き連れてのプレイはアメリカではなかなか味わえないラウンド後は100人以上のファンにサインして感謝の思いに応えたが予選通過には2日目にビッグスコアが必要だ 10メートルのロングパットをねじ込み、パーにした2番のように粘り強く巻き返すつもりだ。渋野ひな子は5オーバー最終9番で痛恨のトリプルボギーマイツアーで左手首痛め苦しい胸の内やりきらないと。今季国内初戦の渋野ひな子は1バーディー、3ボギー、1トリプルボギーの76で5オーバーで初日を終えた。辛い最終9番パー5になった。 渋野ひな子のフェアウェイ左バンカーからの第3打は、ライは良かったが、若干ダフったとグリーンに届かず、手前の池へ。5打目もグリーン奥に外し、アプローチを1メートルに寄せたが、2パットのトリプルボギーとなった。大ギャラリーに迎えられて、10番ティーグラウンドへ。鳥肌が立つくらい嬉しい。感情が高ぶるくらい、緊張感があった。セカンド地点から後ろを見ると強烈が見えて。 その中には、渋野の雛子が神と仰ぐ、元ソフトボール日本代表の山田恵里さんの姿もあった。一度応援に行きたいと言ってくださっていて、来られるのを知らなくて、完全なサプライズめっちゃ嬉しかった。涙が出る。喜びを力に変えたかったが、出だしでつまずいた。10番パー4は、10メートルの第一パッドが、狙いに行くようなところではなかったが、カッコつけましたね、と、2メートル半もオーバーし、3パッドのボギー発進。 13番、4番でも3パットのボギーとグリーン上でも苦しんだ。何より右にも左にも行くし、これをどうにかしたかったが、できなかったとショットが不調。米ツアーで左手首付近を痛め、そのせいと言い訳はしたくないが、練習量が少なくなって、微妙な感覚が鈍くなっている。細かいタイミングとかがつかめなくれ、1日が終わってしまったと苦い表情で振り返った。 怪我の状態については痛みが出ないのが一番なので、でも痛みがある中でも試合に出ているので先に辞せよと思う部分もある。長期間休むというのはまだ私にはできないというかそこまでではないかなと。試合に出させていただいている分やりきらないとと思っていると苦しい胸の内を明かした。後半もバーディーなしで進み、1個は取らんといけん。 残りホール数も減ってどうしようとと発奮した7番パー4はピン右2メートルにつけて意地のバーディーを奪った。だからこそ9番のトリプルボギーがだいぶ余計笑いと悔やまれる。ホールアウト後は食事を取った後練習場へ向かいアイアンショットを調整するなどして2日目に備えた。渋野日向子日向子、渋野ひな子。1998年生まれ岡山県出身。 2019年のエーグゼン女子オープンでメジャー初制覇。同年は国内ツアーでも4勝をマークし、賞金ランキング2位と躍進した。2020-21シーズンはスタンレーレディスゴルフトーナメント、樋口久子、三菱電機レディスゴルフトーナメントで勝利。昨季は米ツアーを主戦場に戦った。国内ツアー通算6勝。サントリー所属。